グレンマトロックは、イギリスのミュージシャン、セックスピストルズのオリジナルメンバー。シドビシャス加入以前、および1996年の再結成以降のベーシストとして活動。ピストルズの楽曲の半数以上を作曲し、ライブでも、ライアーなどでタイトにグルーブするベースラインを弾いている。しかし他のメンバーと比べ演奏能力や向上心があり、世間的常識もあったため、 メンバー内で浮いた存在となってしまう。特にジョニー・ロットンとの仲は最悪となり、1977年の勝手に仕上がれのレコーディング前に脱退。バンドマネージャーのマルコム・マクラーレンは表向きにはプレスにマトロックの脱退理由をポール・マッカートニーのファンであることが判明したためと説明した。実際、バンドとしては、 演奏ができるよりはできない方が良いのだと確信を持って語るマクラーレンの発言からして唯一演奏能力の高いマトロックの脱退と演奏能力ゼロのシドビシャスの加入は必然と言えるその後ミッチユーロラと共にリッチキッズを結成さらにイギーポップのバックミュージシャンとして参加するなどしたまたピストルズにおける自分の後釜となったシドビシャスとは最後まで 友好的な関係を続け、彼を支援するための期間限定バンド、ビシャスホワイトキッズにもダムドのラットスケービーズラと参加、協力した。他にも多数のバンドアーティストの作品、ライブに参加している。クラッシュのジョーストラマーに、ミック・ジョーンズを初めて紹介したのもマトロックであり、マトロックのピストルズ脱退後、ジョーとミックは、ポール・シムノンの代わりにクラッシュに入れようと真剣に考えていたが、 断る。ザジャムからも声がかかるが、スーツを着ることを嫌い断る。一方、ピストルズは、シドビシャス加入後、ロックンロールサーカスを繰り返した後、アメリカツアーを最後に空中分解することとなる。後年、スティーブ・ジョーンズが、グレンの脱退がなければ、ピストルズも、あんなに早くは解散しなかったと語った通り、マトロックの脱退が、ピストルズにとって、 大きな損失であったことを示している。勝手に仕上がれに関してはアナーキー・イン・ザ・ U.K. 以外はレコーディングに参加していないが2000年に行われたインタビューで本作をラジオで一曲だけ聞くとすごくいいと思う。でもアルバムを通して聞くとちょっと平板というか僕がいたらもっとカラフルにできてたかもと語っている。また 僕がとどまっていたとしても、せいぜいあと一枚のアルバムが作れたかどうか、って感じてるとも話している。1996年ピストルズ再結成時から、マトロックはベーシストとして復帰した。1989年出版の自助伝、俺はセックスピストルズだったで、当時のピストルズの内幕を打ち明けた。2010年、すでに亡くなって久しいロニー・レインの公認として、 フェイセズの再結成にベーシストとして参加。高い作曲能力を持ち、アナーキー・イン・ザ・ユーケー、ゴッド・セーブ・ザ・クイーン、プリティ・ベイカントなどの代表曲を一人で作曲し、ピストルズのヒットナンバーに貢献した。影響を受けたベーシストに、ロニー・レイン、ジョン・エント・イッスル、トレバー・ホルダー、ニック・ロー、ジョン・ポール・ジョーンズ、ポール・マッカートニー、影響を受けたアーティストには、フェイセズ、 デビットボーイ、センセーショナル、アレックス・ハーベイ・バンド、クラフトワーク、カン、イギー・ポップ・アンド・ストゥージス、ニューヨーク・ドールズ、キャプテン・ビーフ・ハート、トム・ウェイツ、ザ・フー、キンクス、ビートルズ、アバをあげる。ありがとうございます。